日経 HR 様と日本経済新聞社様が毎年行っている企業の人事担当者から見た大学イメージ調査の最新結果が発表されました。今回の動画では人事からの評価が高い上位20大学をランキング形式でご紹介します。第20位桜美林大学、総合得点 30.89 ポイント。桜美林大学は東京都町田市に本部を置く日本の私立大学です。大学群大東亜帝国のワンランク下に位置づけられる関東上流江戸桜の一角でもあります。建学の精神としてキリスト教主義に基づく国際人の育成を掲げており、行動力と対人力の得点が高い結果となっています。関東上流江戸桜の響きの良さを高めているポイントも人事からの高評価の理由となっているのではないかと考察します。第18位、千葉大学、総合得点 31.04 ポイント。千葉大学は千葉県千葉市に本部を置く日本の国立大学です。大学群金岡千尋の一角と言われることが多いです。しかし千葉大学の学生は金沢大学や岡山大学、広島大学と一緒にくくられることを認めておらず、筑波大学や横浜国立大学といった大学と同格であると主張することが多いようです。このような感じで大学受験業界でのポジションは不安定ですが、人事からの評価は高いようですね。千葉大学と同じく、第18位、慶応義塾大学、総合得点 31.04 ポイント。慶応義塾大学は、東京都港区三田に本部を置く日本の私立大学です。福沢諭吉が開いた蘭学塾が起源であり、おしゃれ、お金持ち、かっこいい、といったイメージを持たれることが多く、私立大学最難関の双璧、双慶、とも呼ばれ、早稲田大学と共に、私立大学のトップに君臨しています。慶応義塾大学の同窓会組織、三田会は、日本の経済を動かしているとも言われており、そのような影響力が、人事からの高評価につながっているのでしょうか。第17位、岡山大学、総合得点 31.09 ポイント。岡山大学は、岡山県岡山市に本部を置く日本の国立大学です。中国地方では圧倒的なブランド力を誇り、同じ大学群、金岡千尋に属する広島大学と、中国地方のトップ争いを繰り広げています。程よく緑に囲まれつつも、岡山駅から徒歩でキャンパスに行ける、立地の良さが評判とのことです。広島大学との熱い戦いで培われた精神が、人事からの高評価につながっているのでしょうか。第16位、筑波大学、総合得点 31.18 ポイント。筑波大学は、茨城県筑波市に本部を置く日本の国立大学です。筑波大学のキャンパスは、大学というより森という表現が適しており、とにかく、広い、という一言につきます。建物のデザインが統一され、区別しにくく、バスで移動する必要があるほど広いことから、在校生でもキャンパス内の地理を把握できておらず、新入生が迷子になることも日常茶飯事らしいです。このような厳しい環境を生き抜いたことが、人事からの高評価につながっているのでしょうか。第15位、京都工芸繊維大学、総合得点 31.33 ポイント。京都工芸繊維大学は、京都府京都市左京区に本部を置く日本の国立大学です。工学系国立大学の四天王とも呼ばれる大学群、連の名線の一角でもあります。京都工芸繊維大学の偏差値に触れる動画を投稿すると、動画のコメント欄が、知名度と難易度のアンバランスさを嘆く声で溢れるという、特殊な大学です。高い偏差値を誇る国立大学であるにもかかわらず、他大学の学生に舐められた、過去の辛い経験が、人事からも評価されているのでしょうか。第14位、名古屋工業大学、総合得点 31.34 ポイント。名古屋工業大学は、愛知県名古屋市昭和区に本部を置く日本の国立大学です。京都工芸繊維大学と同じく、工学系国立大学の大学群、連の名線、の一角です。トヨタ自動車をはじめとして、製造業への就職が強いことで有名ですが、そんな普通の大学情報よりも、私がご紹介したいことは、一本松古墳の伝説です。キャンパスに存在する古墳に登った学生は、必ず留年するという伝説があるのです。そんな危険な古墳とともに、大学生活を送った生命力が、人事からも評価されているのでしょうか。第13位、東京外国語大学、
総合得点 31.71 ポイント。東京外国語大学は、東京都府中市に本部を置く日本の国立大学です。外国語大学という名前から、語学系の学部だけがあると思われがちですが、言語文化学部と、国際社会学部の他に、なんと、国際日本学部という謎の学部が存在するのです。多角的な視点で日本を捉え直し、世界に向けて日本を発信する、といったことを学ぶ学部らしいですね。日本の素晴らしさを、世界に伝えたいという教育体制が、人事からも評価されているのでしょうか。第12位、九州大学、総合得点 31.74 ポイント。九州大学は、福岡県福岡市に本部を置く日本の国立大学です。本部は福岡市、とのことですが、メインキャンパスは、最近移転した、福岡の西の最果ての地、糸キャンパスです。学生の声を見てみると、田舎すぎる、イノシシが出るとテンションが上がる、立地のせいで偏差値が下がる、でも飯は美味しい、といったものがありました。緑あふれるキャンパスで育った生命力が、人事からも評価されているのでしょうか。第11位、大阪大学、総合得点 31.85 ポイント。大阪大学は、大阪府吹田市に本部を置く日本の国立大学です。九州大学と同じく、大学群、九鼎大学、の一角でもあります。地域に生き、世界に伸びる、という、なんとも難解なテーマをモットーとしています。地域で生活しつつ、遠い世界まで伸びて羽ばたく、というのは人間離れした技のように思えますが、きっと深い意味があるのでしょう。どのような意味でも、大阪大学の学生なら楽勝でしょう。そんな能力の高さが人事からも評価されているのでしょうか。第9位、一橋大学、総合得点 32.06 ポイント。一橋大学は、東京都国立市に本部を置く日本の国立大学です。日本最難関の大学群、東京一個う、の一角でもあります。最も古い社会科学系の大学で、文系単科の国立大学では日本国内でトップに君臨しています。最高水準の偏差値を誇るにもかかわらず、知名度が低いという同じ悩みを抱えている、東京工業大学と親近感を持っている学生が多いらしいです。知名度にこだわらない実直な姿勢が、人事からも評価されているのでしょうか。一橋大学と同じく、第9位、早稲田大学、総合得点 32.06 ポイント。早稲田大学は、東京都新宿区に本部を置く日本の私立大学です。政治家の大隈重信が設立した、東京専門学校を前身とするため、政治経済学部が看板学部となっています。外見を着飾ることなく、己の内面を磨くことで真理を追求するというバンカラなイメージを持たれることが多く、早慶、とも呼ばれ、慶応義塾大学と共に私立大学のトップに君臨しています。着飾ることなく内面を磨く校風が、人事からの高評価につながっているのでしょうか。第8位、神戸大学、総合得点 32.27 ポイント。神戸大学は、兵庫県神戸市に本部を置く日本の国立大学です。先ほどご紹介した一橋大学、大阪市立大学と合わせて、旧三省と呼ばれることもあれば、京都大学、大阪大学と合わせて、京阪神と呼ばれることもある、いろいろなことに巻き込まれがちなポジションに位置しています。最高レベルの標高を誇るキャンパスへの登校は、登山と呼ばれ、谷のために急な坂を登ることを強いられ、この世の理不尽を体感すると言います。このような体験が人事からの高評価につながっているのでしょうか。第7位、東京工業大学、総合得点 32.38 ポイント。東京工業大学は、東京都目黒区に本部を置く日本の国立大学です。日本最難関の大学群、東京一個う、の一角でもあります。難関大学ではありますが、知名度は高くありません。そんな東京工業大学でも話題になったことがあるのです。なんと、Google マップで、合コンしたくない大学と検索すると、東京工業大学の住所が表示されるのです。女性から愛されることはなくとも、人事から愛される大学、それが東京工業大学と言えるでしょう。第6位、横浜国立大学、総合得点 32.42 ポイント。横浜国立大学は、神奈川県横浜市に本部を置く日本の国立大学です。他の大学が、国立大学であることをわざわざ主張をしない中で、大学名に、国立大学を組み込んでいる点が最大の特徴とも言えます。この背景には、
横浜市立大学と神奈川大学との争いがあり、3つの大学が同時期に横浜大学の名称の使用を申請したのです。その結果、仕方なく横浜大学の間に国立を入れ込んだとのことです。このような譲り合いの姿勢が人事からの高評価につながっているのでしょう。第5位、名古屋大学、総合得点 32.49 ポイント。名古屋大学は愛知県名古屋市に本部を置く日本の国立大学です。各エリアトップの大学から構成される大学群、旧帝大学の一角でもあります。大学の略称は、明大であり、明大と発音しますが、明治大学の略称の、明大と発音が同じであるため、どちらが真の明大なのか、という、地味な争いを繰り広げているとのことです。ちなみに、名古屋大学は、明大という略称をきちんと商標登録しています。小さなことにもこだわる姿勢が、人事からの高評価につながっているのでしょうね。第4位、東京大学、総合得点 32.69 ポイント。東京大学は、東京都文京区に本部を置く日本の国立大学です。大学群、旧帝大学の一角でもあり、日本最難関の大学群、東京一校の一角でもあったり、国立大学であるにもかかわらず、他は私立大学の東京六大学に組み込まれたりと、日本国内最難関だけあって、大人気の大学です。そんな東京大学が、ランキングで1位ではないという事実に、スカッとする視聴者は多いのではないでしょうか。このような嫉妬心が、第4位という結果を生んでいるのでしょうね。ふふふ。第3位、東北大学、総合得点 33.97 ポイント。東北大学は、宮城県仙台市に本部を置く日本の国立大学です。大学群、旧帝大学の一角でもあります。略すと、東大、となり、東京大学と被ってしまうために略称を使用できず、東を取って、北大、とすると、北海道大学と被ってしまうために略称を使用できず、何者にもなれずに悩んでいる大学の代表格が東北大学です。その結果、謎の略称、トンペイを使用することを決意し迷走しています。このような思い切りの良さが、人事からの高評価につながっているのでしょうね。第2位、京都大学、総合得点 34.08 ポイント。京都大学は、京都府京都市左京区に本部を置く日本の国立大学です。大学ランキングといっても、様々な種類のランキングが存在しますが、多くのランキングで、だいたい2番目に位置する大学の代表格が、この、京都大学、とも言えるでしょう。ちなみに、大学群、旧帝大学、の一角ですが、旧帝大学の中でも、2番目に設立された大学が、この京都大学です。自由の学風、が建学の精神ですので、人事の評価なんて気にせず、自由に生きてほしいものですね。第1位、北海道大学、総合得点 34.21 ポイント。北海道大学は、北海道札幌市に本部を置く日本の国立大学です。今回の調査によると、企業の人事担当者から、一般教養があり、地頭が良い傾向にある、また学業だけではなく、部活動加入率が高いイメージ、バランスが取れている、柔軟性があり、適応力が高い、どこに配属されても期待以上のアウトプットを出してくれる、といった声があったとのことです。日本国内最大級の面積を誇るキャンパスを走り回った経験が、このような評価に反映されているのでしょうね。動画の最後にお願いです。コメント欄に、皆様のご感想を書いて教えていただけると、とても嬉しいです。以上、企画会長の考察劇場、閉幕です。